旦那様、おはよう。お嬢様は本日もお元気です。旦那様、お嬢様の健康管理はどう？その方針だと月々の食費は10ゴールドで済みます。かしこまりました。来月からそういたします。武者修行の行き先を、はい、武者修行の行き先、はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。何かいる。何かいる。やれやれ。何かいる。娘、ここは竜の石。この遺跡は太古の昔より我が、まあどうしても通りたければ。あら、威張どうとでも言え。竜のそういうものなの。はい、どれ、うん、これって絶対暴利だわ。何かいる。くえ、はあ、しょうがないお嬢さんだね、まったく。あ、おや、娘さん、こんにちは。こんにちは。私は旅の者。これから城下へ行くのさ。あ、こんばんは。こんな夜歩きは危険。こんばんは。女の子の一人歩きは感心できんな。何かいる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 。やれやれ。このイグルーを警備隊の基地にしようと何度か食料を運び込んだんだが、いつの間にかなくなってしまうんだ。一体誰が食べているんだろう。何かいる。
何かいる。こんばんは。こんな夜歩きは危険だ。女の子の一人歩きは感心できんな。何かいる。何かいる。何かいる。ここより先は人の領域にあらず、早々に去るがよい。何かいる。何かいる。こんばんは。こんな夜歩きは危険だよ。こんばんは。我々警備兵は城の周囲の安全確保が任務だ。いらっしゃい。教会での労働はすなわち神に自分の身を捧げること。働けば働くほどにあなたの心は現れていくでしょう。ありがとう。これが報酬です。旦那様、お嬢様。まいたね、ご主人。遠方の珍しい。あいや、もった。何言ってんだい、駆け上がって。いらっしゃい。おいしいごちそうをたどの料理にする。栄養たっぷりの肉料理の値段は200ゴールド。おい、ほっぺたが落ち。いただきます。ごちそうさま。美味しかったわ。毎度。200ゴールドになります。はい、雑貨屋ですよ。それはこの価格ね。ありがとう。いらっしゃい。お嬢さんに似合う素敵な洋服はいかん。冬の厳しい寒さ、冬物の服のお値段は100。ありがとうございます。早速仕上げてお届けします。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込み、はい、スケジュールに組み込みます。私が王宮絵師のフィルキンスだ。絵画を通じて芸術の神奥を教えよう。これで今回の講座を終わる。行ってきます。ただいま。わしが心当たりの農場の地主ボンオレじゃ。農地はわしのもんじゃが、作物は天からの授かりものじゃ。真面目に世話せんと罰が当たるぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を。旦那様、お嬢様。まいたね、ご主人。遠方の珍しい。あいや、もう。何言ってんだい、駆け上がって。はい、
スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに。なんだかお嬢様の心がすさんできているような。行ってきます。ただいま。楽しい。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増し。さあ、始めよう。これで今回の講座を終わる。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、お嬢様のストレスが上がっているようです。なんだかお嬢様の心がすさんできているような。行ってきます。ただいま。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増し。さあ、始めよう。これで今回の講座を終わる。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、お嬢様のストレスが上がっているようです。なんだかお嬢様の心がすさんできているような。行ってきます。ただいま。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払って。行ってきます。ただいま。楽しかった。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで。行ってきます。ただいま。さあ、始めよう。やあ、今回はいい成績だったね。どうだね。すみません。残念だね。じゃ、またの機会に。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払って。行ってきます。ただいま。さあ、始めよう。こ
これで今回の講座を終わる。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。期待に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払ってやろう。ほれ、行ってきます。ただいまさあ、始めよう。これで今君はもう初級レベルはいいだろう。次から中級レベルだ。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払ってや。行ってきます。ただいま額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払ってやろう。ほれ。はい、スケジュールに組み込みます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 。なんだかお嬢様の心がすさんできているような。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで行ってきます。ただいま。楽しかったわ。さあ、始めよう。これで今回の講座を終わる。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。お前もかなり農作業に慣れてきたようじゃ。ここらで奮発して日当を上げてやろうかい。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで。行ってきます。ただいまさあ、始めよう。やあ、今回はいい成績だったね。どうだね、ここらで一つ作…先生、できました。うん、よく書けた。あえて点をつければ
タイトルは勇者の幼女。私はパイモン。そして私は成功。成功。そうだ。お前は見込みが。お前がそれに向かって努力するなら、私はお前に力を与えよう。覚えておくがいい。成功とは。何？はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。はい、スケジュールに組み込みます。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで発揮。額に汗して、しっかり働くんだぞ。おお、よく働いた。ご褒美に日当を5割増しで払ってや。行ってきます。旦那様、今日はお嬢様の誕生日です。はい、ここは雑貨屋ですよ。名匠の手によるお人形の値段は125。はい、ありがとう。お嬢様、お誕生日。まあ、嬉しい。ただいま。お嬢様、今年も収穫の季節。収穫祭では舞踏会、ダンスパーティー、芸術。あ、それから旦那様、お城からお嬢様も11歳になられ、これより新たに木こりと髪結いのアルバイトを選べるようになります。王国芸術祭は国王陛下の芸術に対する深いご理解を得て毎回盛況。国王陛下も諸君の日頃の成果を楽しみにしておられるぞ。素晴らしい。王様に見せたいね。では展示は今日まで。これより審査に入る。厳正な審査の末、金、銀、銅の3章が選ばれるのだ。では受賞者を発表する。銅賞の作品です。銅賞には国王陛下から奨励金800ゴールドが課しされる。ありがたき幸せ。続いて銀賞。銀賞の奨励金は1200ゴールドだ。ありがたき幸せ。さて今年の金賞はこの作品に決定。奨励金なんと4000ゴールド。光栄の至りでございます。きっと父も喜んでくれるでしょう。見事じゃ。これからも立派な作品を描くがよい。旦那様、お嬢様。まいたね、ご主人。遠方の珍しい宝物買わないか。それ、一角獣の角で作った笛。さすがご主人、お目が高いね。怪しげな品ですね。インチキじゃなきゃいいけど。